春昼。第13回、春名山ヒルクライムイン高崎、5月11日開催。動画の内容は、大会概要、コースの説明、カテゴリー別参加人数、ゴールタイム、レベル別、目標、あと富士ルとの比較をしております。大会概要。春名山ヒルクライムイン高崎は、日本で2番目に多い参加者の大会、定員4500名、全長14.7キロ、標高差900メートル、群馬県の大会です。コース紹介。 群馬県高崎市春名支所から春名湖町まで全長14.7キロ標高差900メートルを駆け上がるコースです。1.3キロ4.7%の坂0.6キロメートル1.9%の坂0.95キロメートル7.6%の坂1.7キロメートル5.9%の坂1.8キロメートル3.7%の坂0.75キロメートル2.6%の坂0.85キロメートル7.9%の坂 0.9km1.1% のでででですすすねののののの坂坂坂坂坂ここここからきつくなりまままはゴールまでの下りになります。データ分析。春昼のページとエクセルをね、横に並べて、去年のリザルトデータをコピペ、ひたすらしていきます。200回ほど。やっと終わった。 春昼のカテゴリー別の参加人数ですね。春名神社コースは364名。春名湖コースは3427名。初心者コース76名です。そのうちですね、春名湖コースの男性29歳以下30、40、50、60が大変多い結果となっております。カテゴリー別の平均タイムです。初心者コースね、32分16秒。 は名湖コースです。1時間6分2秒。は名神社コースは全体55分41秒でした。レベル別の目標ですね。まずレベル1、休憩なしで完走ゴール。次、レベル2、足をつかずにゴールですね。で、完走する。次、レベル3、各カテゴリーの平均タイムをクリアする。次 レベル4、各コースの平均タイムも次目標。各コースというのは、えー、上、ね、えー、初心者コースは32分、春名湖コースは1時間6分、神社コースは55分と。まあ、これもクリアしてしまったよという方はですね、次の目標、さらに高みを目指したい、未知の世界を知りたい、自分の限界を見極めたい。まあ、そういう方。 ぜひですね、レベル5、富士ヒルのリング別タイム。こちらを次の目標にされたらどうかと思います。富士ヒルというのは日本一参加者の多い大会。定員8000名で全長24キロ、標高差1255メートルの大会ですね。山梨県。 フジヒルはですね、ゴールタイムによって色違いのフィニッシャーリングというリングをもらうことができます。早い方からプラチナ、ゴールド、シルバー、ブロンズ、あと全員にブルーリングをもらうことができます。そこでですね、フジヒルと春ヒル両方の大会に参加された方のタイムの比較表、一覧表、相関一覧表を作りました。するとですね、フジヒルの一番すごい大会優勝レベル、プラチナレベル取られた方が12名いらっしゃいましたと。 次、藤ルのゴールドレベル。ゴールドはですね、31名ですね。次、シルバーレベルは206名。あとね、ちょっとタイムがちょっとあの遅すぎる、えー、ものは省きました。ブロンズは376名いらっしゃいました。そして全体をずっと通してみるとですね、全部で1141名、両方の大会に参加された方がいらっしゃいました。 次にですね、その両方の大会に参加された方のその相関のグラフで散布図にし,、ねえー、してみました。タイムの関係性を表すグラフですね。横軸が富士ル、縦軸が春ヒルですね。まずはですね、富士ルの制限タイム3時間10分で行くには春ヒルではどうしたらいいかということですね。これ見るとですね、春ヒルで1時間51分で行けば、 富士時時間3時間10分切れるんじゃないかと予想できますしております。次、富士昼2時間で行くにはどうするか。春昼1時間15分で行けばそのぐらいで行けるだろうと予想です。次、富士昼1時間45分で行こうと思ったらどうか。そうすると、春昼は1時間7分で行けばだいたいそのぐらい。次、1時間30分、富士昼ね。 ここから厳しくなりますね。1時間30分で行こうと思ったら、春昼は上に行って、これブロンズレベル58分ですね。このリングがもらうことができます。ここからね、難しくなります。次、富士昼75分で行こうと思ったら、春昼ではどうかと。これ上行ってですね、48分30秒。このシルバーのね、このリングをもらうことができます。続いて、富士昼6 0分。 5分ですね65分は春昼41分30秒ゴールドもらいますねめちゃくちゃ早いですね最後、えー、とフジヒル60分以内は春昼39分30秒ですねもう大会優勝レベルになりますね39分30秒こちらのねプラチナのリングをもらうことができますぜひ、ね、次の目標にされてください ご視聴ありがとうございました。ズ坂ンコミュートヒルでした。